皆さんこんにちは、月 TV 月パパです。本日は話題のコラボレーション T シャツ第2弾ということで、タイトルにもありますけれども UT とスターウォーズコラボレーションを購入してきたのをご紹介したいと思います。今回紹介したい T シャツは、ユニクロ UT とスターウォーズがコラボレーションしてマスターオブグラフィックスといって3人の日本を代表するデザイナーの方とコラボレーションしてるんですけれども、その中でも今回は元エブのデザイナーで今はヒューマンメイドやそれこそこのユニクロ UT のクリエイティブディレクターをしてるニゴさんのデザインされた T シャツを購入してきました。で、今回メンズとキッズがあるんですけども、メンズは多分もう全然ユニセックスとかで着れると思うんですけども、生後11ヶ月の月子供がいるんですけども、今回大人用のこのニゴさんのデザインとキッズサイズもあるんですけども、キッズをお揃いで購入してきました。で、今回その商品紹介とコーディネートパターン、月とお揃いコーデをご紹介できたらと思いますんで、最後までご視聴よろしくお願いいたします。まず早速商品紹介していきたいんですけれども、こちらです。じゃん、スターウォーズ T シャツです。まんまなんですけども、ニゴさんデザインのフロントにカタカナでスターウォーズって入ってる、ここが粋なデザインですよね。バックプリントにもこちらは英語でスターウォーズとおなじみのロゴが入ってます。まあ、なんともこの黒ベースに、これもうビジュアルでもこれが一番推してある感じの、まあザ今回のコラボレーションのメインの T シャツと言っても過言ではないと思うんですけども、こうプリントが浮き出るようなロゴの部分は立体感のあるプリントになってます。すいません、ちょっと分かりにくいですけれども、この白のこの宇宙というかこの星っていうんですかね、この白い部分もちゃんと立体感があります。この黒に赤のこのスターウォーズ、しかもカタカナでかっこいいですよね。こちらちなみに今回高橋純さんのデザインのやつとこのニゴさんのデザインのやつ2枚で購入したんですけども、こちらは L サイズを購入しました。前回紹介した高橋純さんのやつは XL を購入して、こっちはちょっとタイトめに着たいなと思ったんで L を購入しました。で、今回ニゴさんと高橋純さんと西山哲さん3人がデザインしてるんですけども、それぞれ、4デザイン4パターンずつデザインされてて、なんで12種類あります。僕はニゴさんのこのデザインと先日ご紹介した高橋純さんのデザインを購入して2枚で2500円に消費税で購入いたしました。こちらサイズが、店頭では確か S から XL だったと思います。あとオンラインではまだそれよりちっちゃいサイズや大きいサイズもあるんで、よかったら下にもリンク貼っておくんでチェックしてみてください。綿 100% の T シャツです。で、この首元の部分にはUT、ユニクロ UT のロゴとスターウォーズマスターオブグラフィックデザインバイニゴと入ってます。かっこいいですね。なんか生地感も全然安っぽくなくしっとりしてる感じで、これで1500円はかなりお買い得だと思います。しかもニゴさんのデザインということで、で、これに合わせてキッズサイズも購入してきました。それがこちらです。じゃん、こんな感じ、めちゃくちゃちっちゃいです。これ110センチ購入しました。まだ月は11ヶ月なんですけども、ちょっとワンピースっぽく着せようかなと思って、店頭で買える一番小さいサイズ110センチを購入してきました。サイズ展開は100センチから160センチまであるんですけども、100センチはオンライン限定みたいで、店頭で買える一番小さい110センチを購入してきました。多分店頭140か150まであったと思います。で、またその160センチとかはまたオンライン限定だと思います。160とかだともしかしたら女性の方とかでも、着れるんじゃないかなと思います。ちゃんと子供の方にも同じようにバックプリントにスターウォーズと入ってます。もちろん子供のやつもこういうちゃんと立体デザインになってますね。このキッズの方が少し安くて990円に消費税です。キッズ同士でもまとめ買いが今まとめ買いセールをやってて、2点で買うと1500円に消費税です。大人デザインは12種類あるとお伝えしたんですけども、子供デザインはそれぞれのデザイナーの方の2種類ずつ展開されてたんで全部で6種類がありました。では早速僕が、スターウォーズに合わせて着たいコーディネートをご紹介したいと思います。じゃん、いかがでしょうか。678センチの70キロに今回 L サイズの T シャツを着てます。いつもは緩い T シャツばっかりなんですけども、タイトめに着てみました。で、ボトムスがこれ ZOZO のセミオーダーのジーンズなんですけど、ワンウォッシュデニムなんですけども、少し緩めに作ってます。ZOZO スーツ着て作ったデニムです。
上タイトになったんで下ちょっとゆったりめのジーンズを選びました。いかがでしょうか。今回のこのユニクロ U とかに比べると結構ちっちゃめです。同じ L サイズとかでもユニクロ U のクルーネクティの同じサイズ感で着たい方は こっちの UT 買うときはワンサイズ大きいぐらいで選ばれた方がいいかなと思います。結構 L サイズでもぴったりです。バックプリントいかがでしょうか。スターウォーズと入ってます。やっぱりここがもうメインのデザインなんでシンプルなジーンズに合わせてみました。下細くてもいいんですけども上をタイトに着たときは下はボトムスは少し緩い感じのイージーパンツの方がバランス取りやすいと思います。いかがでしょうか。じゃあ次もう一パターンご紹介したいと思います。じゃん、いかがでしょうか。ボトムスはフィードでご紹介してますレディースのスウェットパンツの L サイズ着用してます。もう上も下もちょっとタイトめに着てこちらもデザインを目立たせたいんで黒でシンプルにまとめてみました。この上タイトに着て下タイトもありだと思います。ただこれもどっちも若干ゆとりあるように着るのがおすすめです。あんまり下も上もぴったりすぎるとちょっと気持ち悪いんで本当体型がスリムな方はいいと思うんですけども僕みたいにちょっと中肉がついてる人は少しゆとりある方がいいと思います。いかがでしょうか。たまにはもう本当いつも無地ばっかり着てるんでたまにはこういうワクワクするデザイン着るのもなんか気分も上がっていいですよね。これに最後はキッズサイズとお揃いコーディネートした感じをご紹介したいと思います。じゃん、いかがでしょうか。月とコラボレーションしてみました。お揃いコーディネートです。ちなみに今月は11ヶ月なんですけども着用してるのは110センチを着用してます。普通だったら80センチぐらいでいいんですけどももうワンピースみたいにして着せようと思って店頭で買える一番小さいサイズ110センチを購入してワンピースみたいに着せようと思いました。いかがでしょうか。お揃いコーディネート、じゃん、スターウォーズ、スターウォーズ T シャツ可愛いですよね。子供用も全く大人と同じデザインになってて、この子供デザインも全部で6種類あります。キッズの方も小学生とか、160センチもあるであるんでこんな感じで、なんでこれお母さんともコラボレーションできるんじゃないかなと思います。レディースっていうのはないんですけどもメンズの小さいサイズだったりこのキッズサイズが160センチまであるんで、よかったらお揃いコーディネートもできますんでカップルでお揃いとかもいいと思います。いかがでしょうか。親子でブラックコーディネート、ニゴさんのスターウォーズデザインで合わせてみました。月もテンションが上がってますということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。商品のリンク説明欄に貼っておきますんでよかったらチェックしてみてください。ということで定期的にファッションニュースの動画やファッションコーディネート動画アップしてますんでチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。